どうもすみません。東海ステークスの予想になります。中京のダートは基本的には前目の方が有利だったりはするんですけれども、凍結防止剤の影響があって展開によっては差し追い込み結構効くことありますね。ただ先行馬が強ければ、あとは騎手がちゃんとペースメイクできれば、基本的には真ん中よりも前から競馬できる馬の方が有利かなっていうところがありますね。それではうちの方から1頭ずついきます。アスカのロマン。アスカのロマンはこのメンバー、この条件ということを考えると勝たなきゃいけないレースだと思いますね。去年 G1 を勝たなきゃいけないレベルの素質馬ということで、アスカのロマンとアポロケンタッキーと三つ葉3頭挙げてたんですけれども、アポロケンタッキーの方は人気はなかったですけれども、能力をやっと出し切れて勝てましたね。で、アポロケンタッキーに関してはもう今後は乗せる機種さえ間違わなければ、あとは状態さえキープできればダート界でトップクラスでずっといくと思いますね。で、あとはそこに対抗してくるためにはアスカのロマンと三つ葉、この辺はしっかりと G1 に臨めるように賞金を加算していかないといけないなっていう感じですね。で、アスカのロマンは大井の方でコパのリッキー、武豊騎手に外から一気に来られたりだとか、致命的なミスをしたりだとか、そういったことがあってなかなか G1 では勝ちきれなかったんですけれども、しっかりと能力を出し切れれば G1 でも勝ち負けできる馬ということですね。それで状態に関しては競馬専門チャンネルに出てるトラックマンは状態わからないというふうに言ってましたが、僕はアスカのロマンのことはよく知ってますんで、この出来がいいですね。本当に一番いい時っていうのはもう闘志あふれる表情をしてたんですが、それと比べるとその表情面に関しては絶好調とまではいかないんですけれども、ただ体の使い方だとか動きに関しては柔らかいですし、柔らかい中に緩いという感じではなく、ダート馬としては理想的なフットワークしてますね。なので今回両馬場でもありますし、走りやすい、出来の方は区分前後はあるかなっていう感じで見てます。で、そうですね、とにかくポケットの中に入って後ろの馬たちにワッと来られる展開だとか、そういったようなことになったらもちろん話にならないので、もうスピードと能力を生かして後続の馬たちに足を使わすような、そういったような能力を生かせる競馬をできるかどうかですね。和田騎手はあんまり細かいこと得意ではないんですけれども、湘南アポロンあたりが行ったとしても丸田騎手は変なことはしないんで、なので直線向くまである程度は引っ張ってくれるっていうような感じになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。マイペースで行ってもとにかく仕掛け遅れだとか後続に飲まれるようなことないような競馬をすれば構想はすると思います。勝たなきゃいけないレースですね。モズライジン。モズライジンは能力はあるんですけれども、ちょっとずぶくて不器用なところがあるんで、なので能力を出し切れるかどうかは展開と、あとは仕掛けのタイミングっていう感じですね。スローになっても自分から一気にまくるような競馬をすればいい競馬できるとは思うんですが、平均ペースであってもスッといい進路取りができるかっていうことですね。能力はあるんで自力勝負で平均ペース、ハイペースになってくれた方が構想しやすいかもしれないですね。どちらかというと右回りの方がいいかなっていうイメージはあるんですが、左回りでもそんなには大きくはマイナスではないですし、とにかくそうですね、うまくいくかっていう感じです。東証フリーク。東証フリークはですね、能力的には通用してもおかしくないところはあるんですけれども、ただちょっと気象的に散漫なところがあって自滅しやすいタイプですね。そういったことを考えるとハイペース、平均ペースになってくれた方が能力は出し切りやすいかもしれないですね。内枠引きましたんで内目の方でポケットに入ったりとかしてうまくごまかし回ってこれた場合っていうのは掲示板以上あってもおかしくはないかなっていう程度で考えてるんですが、ただ基本的には能力を出し切れないことが多い馬なんで買いづらいっていうのがありますね。モントベーネはですね、この馬はなかなかしぶとい足を持ってまして、重賞で1走前か2走前か走ったんですけれども、その時、小牧騎手っていう優秀な騎手が乗ってたっていうのもあるんですが、手応えは残ってたんですよね。ただ瞬発力ですね、切れる足がないので、なのでいかにスムーズに回ってきてしぶとい末足を生かせるかっていうところですね。結構長い距離は合いますし、1800m 以上のところでこの馬のしぶとさを生かせるような競馬をしていけば、いつかいいところ見えてくると思いますね。インカンテーションは本当にいい時っていうのは、もちろんこのメンバーでもそこそこいい競馬できるレベルの馬だったんですけれども、ちょっと年齢的にかちょっと調子を崩しているのかわからないんですけれども、躍動感を感じないというか、多少なんか硬く感じるというか、あんまり買いたくなるような状態ではないかなっていう感じですね。ただ、これくらいの年齢として考えると悪くはない出来だと思いますし、以前のインカンテーションと比べるということではなくて、今のインカンテーションとして考えたらそこまで悪い状態ではないと思いますし、アスカノロマンとかグレンツェントとかこの辺が能力を出し切った場合っていうのは厳しいとは思うんですけれども、他の馬たちはそこまで特別強い馬、ピオネロとかは強いですけれども能力出し切れるかわからないですし、そうですね、他の馬たちとはそこまで差がないということで、今でも全くの無印にはできない馬かなっていうところはありますね。ある程度ペースが流れて足をためて一瞬の足を生かすっていうのがベストかなっていう感じですね。先行できたり追い込んだりもできるんですけれども、ラストインパクトは、ジャパンカップ2着とかしたことあるように芝だと結構走ってたんですが、松パク厩舎の時っていうのは結構シュッとしててメリハリの効いた足を使えたりしてたんですけれども、転球してからちょっとコロンとしだしたというか、隅厩舎はいい方向に向くようなタイプとそうでないタイプの馬とがいて、このラストインパクトに関しては隅厩舎とはあんまり合わなかったのかなっていうところがありますね。で、ダートに関してなんですけれども、ディープインパクトっていう種馬はですね、本当にダートがうまいっていう馬はたまにしか出てこないところがあって、芝で頭打ちの馬がなんとかダートをこなしてるっていうような馬の方が多いんですよね。なので、この馬もディープインパクト3区ということで、こなすかもしれないんですけれども、ダートに代わって激変するっていうことはものすごい確率としては低いかなっていうふうに思ってます。走り方なんか見てても芝の方がいいかなっていう感じがありますね。ただ能力的にここでは格上ではありますんで、なので抑え程度にはっていう感じですね。湘南アポロンは自力はつけてきたんですけれども、やっぱり重賞となるとメンバーが強いなっていう感じの逃げ馬ですね。ただスピードがあって逃げれるっていうのは大きくて、逃げれるということはペースメイクで後続に足を使わすだとかそういったこともできますし、丸田騎手っていうやっぱり優秀な騎手が乗るということを考えると、ノーマークで1馬身以上常にリードをキープできるような逃げ、もしくは2番手からでもアスカのロマンとかが仕掛け遅れした時に油断したところを一気に動くだとかそういったことをした場合っていうのは構想してもおかしくないかなっていうところですね。基本的にはパワー不足ですし、アスカのロマンとまともにやったら厳しいんですけれども、その辺をカバーできるだけの可能性はなきにしもあらずっていう感じですね。ただ基本的には厳しいと思います。グレンツェントについては新潟の3歳重賞レパードステークスの時に行ったんですけれども、左回りだと気持ちフットワークがぎこちないというか、右回りほどは爆発的な末足が使えない傾向にあります。なので、いかに直線向くまで足をためながら回ってこれるかっていうところがあって、それで、横山騎手は型にはまった時ですね、うまい時はすごいうまい名手なんですけれども、こういったプレッシャーのかかるような上位人気の馬に乗ってる時に、意外とその腹くくれない時っていうのが多いんですよね。エアグルーヴでのエリザベス女王杯なんかでもそうだったんですけれども、こういった時にちょっと小出しに足を使いすぎちゃったりだとか、じわっと慎重に乗ろうとしすぎて、それで中途半端な競馬になるっていうことが結構あるんですよね。ただ今回はその横山典弘騎手が名手っぷりというかうまいっていう騎乗をする可能性がありますんで、どちらに転ぶかなんですけれども、グレンツェントがそこまで左回りがベストというわけではない中、横山典弘騎手のギャンブル性の高さなんかを考えると、今回は飛びつくようなレースではないのかなっていうふうに思いますね。やっぱりその左回りのぎこちなさなんかもだんだんと使ってるうちに徐々に解消してきてますし、普通に有力ではあるとは思うんですけれども、アスカのロマンみたいな逃げたり先行したり、それで競馬を作れるような先行馬がいる場合っていうのは、差し馬っていうのは展開によっては能力を出し切れないっていうことが多いんで、なのでどちらかを取るかですね、アスカのロマンを取るのか、グレンツェントを取るのかみたいな、そういったところがあって、この2頭で決まるっていう場合っていうのは、本当に、アスカのロマンに対してグレンツェントがうまく立ち回れた場合っていうふうに思いますね。ピオネロはですね、すごい大物感というか、パンチはちょっと足りないかなっていうところはあるんですが、馬体なんかパドックで見てても本当素晴らしいですし、普通にこれぐらいのメンバーまでならっていう感じの能力の高い馬だと思いますね。欠点が少ないですね。ただその、欠点が少ない分うまく立ち回らなければっていうところがあって、今回福永騎手から川津騎手に乗り換わります。それで川津騎手がうまく立ち回れるかっていうことですね。やっぱり足をためなきゃいけないタイプなんで、なので直線向くまでの立ち回りっていうのが重要になってきます。川津騎手に関しては直線を向き切るまですごく丁寧だとか、そういったようなイメージはないんですけれども、ただ直線まで足がたまった場合っていうのは、そんなに追えないタイプでもないので、なので結構激しくアクションするような機種でもありますんで、なので、直線を向くまでの過程がうまくいけば構想はする可能性があるかなっていうところなんですが、たださっきグレンツェントの時でも言ったんですけれども、アスカのロマンがペースを作るようなタイプの馬なんで、なのでそういう競馬に飲まれた場合っていうのは末足が不発に終わる場合はあるっていうことですね。リッカルドはですね、スピードはあるんですが、ちょっとレースによっては気難しさを出したりだとか、ずぶさを出したりだとか、あとは使えるいい足が短かったりもしますんで、なので、立ち回りが大事になってくるタイプの馬ですね。そういったことを考えると、左回りよりかはどちらかというと右回りの方がいいんですよね。左回りということを考えると、本当にうまくごまかしながら回ってきてっていう感じにならないとっていうところがありますね。ただアスカのロマンあたりが引っ張ってくれた場合、平均ペース、ハイペースの方がこの馬は乗りやすいと思いますんで、うまく足をためながら回ってこれた場合はいいところ出るかもしれないですね。カラクプアはですね、ちょっと集中力が足らないところはあるんですが、そういった中で藤岡光太騎手あたりがうまく乗ってって勝てたところがあります。なので本当に当てにならないところがありますし、ちょっとメンバーが強いんで、他の馬たちがなし崩しに足を使って止まってくれればっていう程度で考えてますね。マイネルクロップ。マイネル・クロップは、本当にいい時っていうのは能力があった馬なんですけれども、ちょっとずぶかったり不器用だったりだとか、あとは切れる足がないということで乗り方がフィットしないとなかなか構想できなかったところがあります。で、今のマイネル・クロップとしてはそんなに悪くはないとは思うんですが、いい頃と比べると無駄肉がついたりだとか躍動感が落ちていたりだとかしますんで、どこかのタイミングで一気に動くだとか他の馬たちが止まってくれなければっていうところがありますね。ロンドンタウンは前走はさすがにちょっと急にメンバーが強くなって厳しかったかなっていうところがありますし、ちょっと足抜きがいい馬場でスピード競馬になりましたんでっていうところがありますね。このロンドンタウンはどちらかというと両馬場とか時計のかかるような馬場の方が構想しやすいと思いますんで、なので、今回は凍結防止剤が巻いてあるダートで多少時計もかかり気味、パワーも必要な馬場になってきてますんで、ドハマりした場合っていうのは馬券になる可能性はなきにしもあらずかなっていうふうに思ってます。ただ、アスカのロマンみたいな強い馬が作るペースメイクなんで、どこかでうまくごまかして回ってこれて直線足を使えればっていう感じですね。名将宴は差し追い込み馬なんですけれども、ゼロからスパンと切れるタイプというよりかはどちらかというとある程度はスムーズに回ってきて持続的に足を使うタイプかなっていう感じがありますね。距離は融通きくと思うんですが、ある程度ペースが流れたり、もしくは勝負どころで他の馬たちが足を使ってくれなければっていうタイプですね。それは馬体面からもそうなんですけれども、なのでそうですね、今回に関してはアスカのロマンが強い競馬をした場合、そういった場合に他の馬たちが止まってくれる可能性がありますんで、なのでそういった中でドハマりした場合は可能性としてはなきにしもあらずかなっていう感じですね。ただそこまでパワーがあるタイプでもないので、コーナーから足を使っちゃったりだとかタフな展開に巻き込まれると厳しいタイプではあるかなっていうイメージです。風の子はですね、右回りの方がどちらかというと合うタイプで、道中ペースが流れた方がいいんで右回りの方が良かったんですけれども、そういった中でいい状態の時にいい条件、あとは騎手がうまく乗れるレースっていうのがすごく少なくて成績が安定しなかった感じですね。ただここ数戦を見てると筋肉が落ちてきたりだとか無駄肉がついたりとかしてきて、あんまりいい雰囲気ではないんですよね。ただここのメンバーで上位 2,3 頭は強いんですけれども、ここのメンバーっていうことを考えると左回りでも展開がはまればっていう感じはありますね。ただ、以前ほどの魅力はないかなっていう感じですね。ロアジャルダンはですね、もともと過大評価されてたりはしてたんですけれども、ここのメンバーに入ったら上位 2,3 頭を抜かすといい勝負できるかなっていう感じがあって、切れる足はそこまでないんですが、ある程度ペースが流れる中でいい足を使うっていうタイプですね。なので今回に関してもアスカのロマンあたりが他の馬たちを潰すような競馬をしてくれればハマる可能性はなきにしもあらずかなっていうところなんですが、ただ大外枠引きましたんで、どっかでうまく内に入れたりだとかごまかすようなことができないとっていうところですね。その辺に関しては浜中騎手なんで考えてくれそうな気もしないでもないんですが、どちらかというとそうですね、右回りの方がはまる確率が高い馬ですし、左回りは悪くないんですけれども、そうですね、勝ち切るまでとなるとイメージがなかなか湧かない馬ですね。はまればっていう感じです。それで馬券に関してなんですけれども、アスカのロマンの単勝でいきます。これは騎手が取りこぼさなければ勝てると思ってますんで、なのでちゃんと乗ってくれればっていう感じですね。で、馬連とかワイドとか、まあ多分買わないとは思うんですが、買うとしたらピオネロとロンドンタウン2頭買って、まあ遊び程度に眺めるっていう感じになると思いますね。まあ、グレンツェントとか普通に買ってもいいんですけれども、ただ当てればいいっていうだけだったら買うんですけれども、回収率考えるとそういうわけにもいかないので、グレンツェントを相手だったらまあ2、3頭に絞らないとっていう感じがあって、まあ、それで回収率考えたら魅力を感じないということで、まあ、今回は飛鳥のロマンに期待するしかないかなっていう感じです。以上、吉本興業 ABCDE 湯加減東のすべると申します。どうもすいません。失礼します。